はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回も始まりましたリワインド TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。はい、ゲストの岡田です。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、はい、もう9月も終わりで来週からは10月になるということで、はいはい、くしゃみが出そうなんですよ今すごい。はい、無事出た。はい、ということなんですが、はい、まあ一昨日、はい、中四国用コンテストに、そうですね、はい、みんなで呼び出したんで、はい、みんなで行ってきました。岡山昼食喜んです、まあ、毎年毎年ね、はい、呼んでいただいて、はい、はあ、いろいろブースをさせていただいたりとか、はい、まあ、ジャッジとかそういうので参加させてもらったり、はい、まあ、さらに言うならね、みくんなんかは出場させてもらったりね。そうですね、去年と今年と、はい、そうですね、はい、はい、全員で行くのも今回で3回目ですか。3回目ぐらいですかね。そうですね、はい、はい、なんだかんだで全員で入場させてもらって。そうですね、はい、楽しい大会でした、はい、まあね、コンテスト自体は非常にレベルの高い、はい、リスタイルがいろいろ多くありましたし、はい、まあ、シベスワシチャレンジっていう、はい、初めての人でも出やすいようにみたいな、はい、で今までやったことない部門にも挑戦してもらえるみたいな感じのね、はい、部門があったんですけど、はい、いや、みんないろいろ各々こう普段はやらないことで挑戦してた感じはありましたね。そうですね、はい、はい、まあ、あとは初めてのフリースタイルって言いながらも、はい、やたらうまかった子が、そうですね、完成度高っって思いながら言ってましたけど、はい、動いたりとかもするんで、はい、非常に面白い大会だったなと思います、はい、ですので、もうでテレビ局も来てて、はい、来ローカルのテレビにものすごい岩倉レイさんが映って、そうですね、はい、まあ、地元にではないんですが、そう、地元にでもないのにものすごい、はい、断ることに呼ばれてましたからね。そうですね、はい、はい、断ることに、あの世界チャンピオンの方を、あの世界チャンピオンの方を、はい、はい、みたいな。すごい、根掘り葉掘り聞かれてました。根掘り葉掘り聞かれたからね、はい、はい、っていう感じでね、はい、岡山のテレビで見られた方もいるかもしれません、はい、ぜひね、これをきっかけに良いように思ってもらえればなと思います。はい、思います。はい、それでは本編に行きましょう、はい、はい、まず告知からいきたいと思います、はい、全米大会予想キャンペーン、はい、全米大会今年も行われます、はい、もう今週末ですね。そうですね、あと3日後ですよ、はい、そうですね、もう全米大会が始まります、はい、まあ、今年は本当にね、まあ、毎年毎年全米大会レベルは上がってきてるなっていうのを感じるんですけど、はい、はい、今年も非常にすごいフリースタイルが見れるのかなと思っています。はい、はい、で今年はいつもと場所は違うんですよね。そうですね、帯域が低くなってますっていうけど、ケーブル持ってきてないんじゃない。あ、はいはいはい、はい、わかりました、はい、隙を見て対処します、はい、はい。はい、今回リランドビーチだったかな、はい、というところで、はい、そうですね、はい、はい、いつもと違うところで、はい、はい、またここでね、全米の歴史もまたいろいろと変わることもあると思いますし、はい、はい、これから伝統を大切にやっていくところもあると思って、はい、はい、いいようにその今までの全米大会がミックスされた新しい大会になるんじゃないかなと思いますので、はい、はい、これをぜひ今こう世界大会経験してね、いろんな選手知り合い増えたと思うんで、はい、ぜひこちらの方も応援していただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあこの間に、はい、見てきなさい、はい、はい、そしてですね、44フェスティバル、はい、44フェスティバルというイベントがあります。こちらの方はですね、イースト、ウエストと西日本、東日本、あ、ごめんなさい、イースト、ウエストですが、東日本、西日本の方にですね、東日本大会、西日本大会、そしてそのチャンピオンが44フェスティバルファイナルという大会が3月に行われるんですけど、そちらの方に出場できるというようなコンテストになっています。いろんな練習会だったりとか、ヨーヨーの集まりだったりとかの方々の協力でできている大会なので、すごい、なんていうんですかね、プレイヤーというか、ヨーヨー好きな人に沿った人たちが協力し合ってできているコンテストなので、はい、非常に参加しやすいんじゃないかなっていうのと、やっぱりいつもこの44フェスティバルを開催されているフェスタさんたちなんかは、ヨーヨー知らない人が来ても楽しめるようにとか、ヨーヨー来た人も退屈しないようにとか、もう上手い人下手ない人関係なく、みんなでヨーヨーに興味持ってもらえるようにっていうことで、いろんなイベントをね、大会中だったりイベント中も開催してますんで、まあ単純に自分は興味あんまりないけど、ヨーヨーやってる友達がついてきてって言うけど、まあこれなら行っても面白いかなと思える大会なんじゃないかなと思いますので、まあそれとさらにその反面、そのもちろんコンテストですので、真剣に代表に取り組んでる人たちの本気のフリースタイルが見れるという一面もあります。ルールがですね、よくやっぱ使われるのが、公式、日本の公式の大会に JYYF のコンテストのルール使われること多いんですけど、こちらのフェスタさん、いつも全然違うルールを考えてきたりとか、まあ、もうちょっと工夫したようなルールになってたりするので、普通と同じように組むんじゃなくて、そのルールもしっかり読んで、
こちらの人たちはこういうフリースタイルが見たいんだとか、こういう風にヨーヨーを表現してほしいんだなっていうのをね、ルールから読み取ってもらって、そういうフリースタイルを作ってみるっていう、作ってみて持ってっていただければすごい大会になるんじゃないかと思いますので、ぜひ皆さん44フェスティバルイースト10月31日神奈川県大和市で、はい、行われますので、ぜひ皆さん参加の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、うまい、スッと入ってきたな。はい、はい、もうお友達帰ってきたんで触られちゃった。はい、はいはい、という感じですね。告知は以上ですかね。はい、はい、というわけで大丈夫、はい、そうです。ちょっと今回線の接続をちょっと作業していまして、あと1分ほどお待ちいただければと思うんですが、はい、その間にもう一つキャンペーンの告知をさせていただきたいと思います。これを先にやっていきましょうか。はい、はい、ですね、ただいまですね、こちらヨーヨーファクトリーのスタープレイヤー の、はい、ポストカードっていうんですけどね。そうですね、ポストカードがあります。はい。はい、こちらルイス・エンリケ選手、そして、はい、これ反対向いてるんですけど、これポール・カブレ選手ですね。そうですね。はい、ポール・カブレ選手、そして、アン・コルニー選手と、はい、あとこちらバシェック選手、はい。はい。バシェック選手だけバシェックなのは下の名前が難しいからです。はい。はい。はい、こちらの、はい、4人の選手のポストカード、ただいまヨーヨーファクトリーのヨーヨーを購入。はい、はい、というわけで、はい、ただいまですね、ヨーヨーファクトリーのヨーヨーを買ってもらった方には、はい、こちらヨーヨーファクトリーのポストカードをプレゼントしております、はい、こちらヨーヨーファクトリーのスター選手、はい、ルイス・エンリケ選手、ポール・カーブル選手、はい、そしてダン・ホルディ選手、バシェック選手、バシェック選手が、はい、バシェック選手なのは下の名前が難しいからです。はい、はい、こちら の4人のポストカードをランダムでお付けしてるんですけど、はい、こちらやっぱり好きな選手がいるとか、やっぱ全部集めたいとか、そういう方いると思います、はい、そこでですね、こちらこのプラスストリングウェーブのポストカードを追加した5枚セット、はい、こちらの方ですね、0円商品、キャンペーン商品の中に入っています。こちらの方をカートに入れてもらって、はい、ヨーヨーファクトリーのフルメタルヨーヨー1個購入してもらった方にはこちらをお付けしております。はい、ヨーヨーファクトリーフルメタルヨーヨーなんでね、 DV888 とかそのセットとかそういうのでも全然大丈夫です。きます。ヨーヨーファクトリー の、はい、フルメタルヨーヨーを購入してもらった方には5枚セットがついてきますので、ぜひ皆さんこれでコンプリートしてください。そしてですね、これヨーヨーファクトリーのポスターです、はいはい、これね、世界大会のブースでちょっと飾ってあった瞬間があったんで、そうですね、欲しいなって思ってたらいらっしゃったかもしれません、ね。はい、こちらのヨーヨーファクトリーのポスターなんですけど、はい、このポスターをヨーヨーファクトリーの製品を8000円以上購入していただいた方にプレゼントしています、はい、でもちろんこれも無料商品の中に入ってるんで、はい、カートに入れてください、はい、カートに入れてもらって、で一緒に8000円以上ヨーヨーファクトリーのヨーヨーを購入してもらったらこちらの方ついてきます、はい、もちろんですね、8000円以上なんで、まあ、もちろんリプレイプロいっぱい買ったりとか、はい、そういうパターンもあると思うんですけど、やっぱり1個はシャッターだったりとか、はい、ホライゾンだったりとか、そういうフルメタルヨーヨーだったり、なんならスペースカウボーイみたいな、もう一撃で8000円超えるようなメタルヨーヨーを買われることもあるかと思います、はい、その場合これとこれ両方入れてもらっても両方ともついてくるんで、はいはい、ぜひね、ヨーヨーファクトリーのメタルヨーヨーを買う、購入する機会がある方は、はい、こちらの方も覚えてぜひ部屋に飾ってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ告知は以上ですね、はい、はい、それでは新商品紹介にいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、恒例の新商品紹介のコーナーです。まずは新色紹介させていただきますね。はい、こちらボルテックス、ヨージョーカーさんのボルテックスが、はい、まともに新しいカラーが出てきました。はい、カスタムカラーですね。カスタムカラーですね。はい、ここにありますのはホワイトボディとブルーボディとイエローボディ、それぞれのキャップの色違いということで、はい、こんなところ揃えております。はい、はい、そしてですね、はい、もう一つ種類がありまして、こんな感じで、はい、こちらイラストレーターチョココットさんのこちらイラストがこちらプリントされております。ボルテックス、ね、はい、というわけで、はい、まあ、こちらのカラーが現在、まあ、再入荷、再入、新入荷、はい、新入荷ですね、はい、新しいカラーですね、はい、はい、こんだけ新しい色、ボルテックスの人気ぶりが伺えますね。そうですね、はい、ボルテックスはね、まあ、うちで毎月買い購入してもらってる方は知ってると思うんですけど、はい、リマインドニュースレターっていうのを毎月更新してるものを入れさせてもらってるんですよね、はい、まあ、来月こんなイベントありますよとか、はい、今リマインドで人気あるようやこういうのですよとか、そういうのをね、オフラインの情報限定を入れさせてもらってるんですけど、はい、その中にヨーヨー、今月のヨーヨーランキングっていうのが1位から10位までやってるのがあって、はい、ボルテックスはね、毎月入ってるんですよね、上位に。そうですね、はい、これはすごいことです、はい、はい、本当にね、ルーピングヨーヨーで、しかもプラスチックのヨーヨーで、はい、やっぱ周りはクラウン ST だったり、はい、そういう高額なヨーヨーがバーッと並んでる中、はい、ボルテックスは毎月入ってるんです。そうですね、はい、っていうぐらいなんで、やっぱり性能お墨付きっていう形ですね。そうですね、はい、はい、そんなボルテックスの新色が今回入荷しておりますので、はい、まあ、結構これ揃えてる方がいらっしゃるんで。あ、そうですね、はい、はい、そうですね、全パターンを揃えてる方いらっしゃいますけども、はい、今回まだ増えましたんで、はい、ぜひまた揃えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、続きましてシュトルムパンツァーさん、はい、これ、はい、シュトルムパンツァーさんのヨーヨー、このリワインド TV 終わった後発売ですね、販売開始になります。はい、はい、こちらレオスナイパーとシュナイダーが靴、はい、こちらですね、はい、新色出ました。はい、新色ですね。はい、これがライムグリーンとアッシュグリーンというカラーになっております。それですね、はいはい、あのこちらがライムグリーン、結構かなり明るくて、 はっきりとした色合いの、はい、ブライト系の、そうですね、はい、ライムグリーンと、そしてこちらがアッシュグリーンと、ちょっとくすんだ感じのグリーンですね。そうですね、はい、渋い感じのカラーリングになってますね。はい、はい、まあ、パッと見遠目で見るとシルバーかなって思うんですけど、ちゃんと近くで見ると、はい、あ、グリーンだわっていう、そうですね、深い緑が入ってますね。そうですね、はい、かなり味のあるカラーになっております。はい、でそちらが同じようにこちらシュナイダーマックス、こちらにも入ってますね。はい、はい、こんな感じです。はい、これどちらもすごい数少ないみたいなんですね。そうですね、はい、超極小入荷でございます。はい、はい、テスラさんも非常に少ないと思います。はい、はい、基本的には1回切りですかね。そうですね、はい、はい、ということになっておりますんで、はい、まあ、こちらもね、結構高額なモデルの割にはですね、はい、こちらのモデルももう色ごとで揃えるぐらいの人もいますから。そうですね、はい、はい、争奪戦になるんじゃないかなと僕は思っています。あ、はい、ね、今回の方が、ね、はい、あの入荷できた数も非常に少ないので、本当に非常に少ないんでね、はい、はい、ぜひお見逃しなく、はい、この放送が終わり次第、終わり次第かどうか、終わってから本当に準備してすぐ販売開始できるようにはしますんで、はい、はいはい、ぜひあの放送ついて、また、はい、あの発売またついでに放送最後まで見てもらえればな。そうですね、放送はちゃんとゆっくり見てもらえればと思います。はい、はい、よろしくお願いします。でこちらちなみにですね、あの両方ともクラス S、 あのブレが比較的少ないタイプっていう感じですね、はい、はい、のものになりますので、はい、ぜひこちらの方手にしてもらえればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では続きまして、新バージョン新色いっちゃおうかな。はい、はい、まずこちらですね、じゃん、はい、ホライゾンの新色、はい、ホライゾンです、ね、はい、これブラックとシルバーなんですけど、はい、これよーく見るとこれあのボディのですね、あの節々に、節々というかところどころにですね、実はあのゴールドっぽい、はい、色が入ってまして、かなりなんか、はい、これもまたよく宇宙っぽいカラーって言われますけど、これもかなりそういう感じの、ね、はい、カラーリングになっていますね。はい、まあ、プレミアムスプラッシュがあのこの間入ってきまして、それもかなり人気です。すごい勢いで売れてるんですけど、ホライゾンも特に人気ですね。そうですね、はい、実はこちらのね、あのスプラッシュカラーも非常に美しい仕上がりとなっておりますので、ぜひこちら写真の方でもぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。そしてそして、そんな宇宙っぽいって言った後にこちらを出してみます。はい、はい、スペースカウガール、カウガール、カウガールですね。はい、カウガール、僕らは、ね、初めて弾いた時なんだと思ったんですけど、そうですね、はい、はい、世界大会の時にブースの時に、ね、これを売るんだって言って、はい、でスペースカウガール、えっと思ったら、あ、これベティ選手、はい、そうですね、はい、メキシコの女性選手ですね。そうですね、はい、はい、リワインドのビデオコンテストに出てくれました。そうですね、はい、はい、そちらのベティ選手のメキシコの選手のモデルでして、はい、はい、でこちらあのちゃんとですね、ロゴも変わってるんです。あ、そうなんですよ、はい、こちらカウガールのこの乗ってる、ね、人がちゃんと、ね、女性になっていると、うん、はい、いうことで、スペック自体はあのスペースカウボーイと同じですね。そうですね、一緒ですね、はい、はい、まあ、まあコレクションもそうなんですけどね、はい、はい、こういったロゴも面白いなと思った方ぜひね、色も綺麗なんで今回、はい、はい、このグリーンですね。そうですね、はい、フォレストグリーンってメーカーは言ってましたね。はい、はい、こちらのフォレストグリーンも非常に美しいカラーとなっております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてそしてもう一つあるんですよ。お、もう一つ、はい、ターンテーブルですね、はい、こちらのですね、はい、カラードバージョンが出ました。はい、カラードバージョンですね。そうですね、はい、こちらがですね、あのこんな感じでリムの方にロゴも入ったりとかですね、はい、あとこちらブラスト加工が入ってますので、はい、はい、ローのものよりもあの例えばトップオンの時ですとか、はい、はい、これ結構あのこのクアドロリムのおかげでダバダンって真ん中に指が入っていくっていう、はい、ものになっておりまして、ね、はい、はい、結構ですね、あの、まあ雑といえばあれですけど、はい、はい、まあ、適当に投げた時でも結構スカンって真ん中に入ってくれたりするので、はい、はい、トップの練習機としても非常に優秀でございます。でブラストかかったのでそれがより強調されたという形です。しから、ね、はい、はい、そうですね、はい、まあ、こちらターンテーブルについては詳しい説明をですね、前回の放送で、そうですね、はい、しておりまして、そちらの方でもね、あの性能解説しておりますので、はい、はい、あの今このバイメタルが、このスペースカウボーイもそうですけど、バイメタルがこう流行ってきている中、新たに提示されたモノメタルの可能性っていうものをね、皆さんに体感してほしいと思います。はい、はい、そしてですね、こちらあのローの方がですね、価格が安くなっておりますので、そうですね、はい、お手頃になっているもの、はい、ローの方はですね、あの、はい、プレーバージョン、プレリリースバージョンだったんで、はい、はい、入荷した時の価格が安かったんで、そのまま据え置きでさせてもらってます。正式リリースバージョンはちょっと値段上がっちゃってるんですけど、はい、はい、やっぱカラーがついてる方がいいという方はこちらの方、はい、でローの方は安くてもいいからという方はローの方も買われますので、ぜひ、はい、シャニーなんとね、ナットの方とで、はい、はい、お好きな方をお選びいただけたと思います。結構この青とかのあ
ルマイトの掛け方、はい、ファクトリーでは珍しい感じですね。結構深めのブルーですね。アルマイトの掛け方がちょっといつもと違うかな。はい、まあ、ブルーというかネイビーというか、そうですね、はい、そんな感じのようになっております。はい、ぜひ手にしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけでファクトリーの製品はね、先ほど紹介しましたポストカードですか、はい、ターンテーブルでしたら、はい、どちらも両方いけますので、はい、もちろんホライゾンでもね、普通ポストカードつけれますので、そうですね、はい、そちらもぜひね、お忘れなく、よろしくお願いします、はい、します。さあさあ、続きましてこちらいっちゃいましょう、はい、中国の、はい、ヨーヨーフィサ、あ、ヨーヨーフィサからはい、来ましたね、はい、ヨーヨーフィサちょっとお久しぶりの入荷かな、はい、はい、こちらです、じゃん、アウディコラボのオービス、オービスですね、はい、そしてこちらが初のバイメタルレイブ、はい、レイブですね、はい、はい、こちら紹介させていただきます。まずオービスいこうかな、はい、はい、オービスっていうね、ヨーヨー、あの、もアルファベット順にバーって出てるわけで、比較的最近のモデルなんですよね。そうですね、そう、はい、ヨーヨーオフィサーって発売するヨーヨーがアルファベット順なんですよ、はい、第1作目がオーラ、頭文字が A なんです、はい、でその2作目がブレイブ B なんですけど、はい、っていう感じで ABCD ってきて、はい、今オーブっていうのが O なんで、はい、そうですね、まあでも最近の方ですね。そうですね、はい、比較的最近のモデルなんですが、はい、そちらのアウディとのコラボレーションモデルということでちょっと仕様が変わっています。そうですね、 O のやつが A のメーカーと、そうですね、ですね、はい、ひねるの難しいな言ってみただけだそうです、はい、というわけでこちらアウディのコラボで何が変わったかと言いますと、まあ、はい、かなりですね、サイドフェイスからシェイプからサイズから変わってるんですね。はいはい、はい、これですね、直径は合わせたところほとんど変わりがないんです。そうですね、はい、はい、ただですね、幅がですね、これ実は4ミリほど差がありまして、結構小さくなったね。そうですね、はい、こうやって見るだけでもかなり段差が生まれるぐらい、そうですね、はい、差があります。はい、もともとオービスってあのこちら紹介させてもらった時っていうのが、まあ、はい、幅広でインバースラウンドで、はい、はい、っていうモデルだったんですけど、はいはい、こちらがですね、どっちかっていうと幅が狭めの、そうですね、はい、ものですね。最近のフルメタルヨーヨーって結構幅を43を超えるものが多いんですよ。そうですね、はい、43を超えるんですけど、これ42台まで落としてるんですね、はいはいはい、ですんでこちらは幅が狭くなったことで縦の回転が強くなってます。そうですね、はい、結果として結構安定感が向上してるって形になっておりまして、はい、オービスの違う側面っていうか、もう完全なアナザーバージョンだと、はいはい、思ってもらった方がいいかもしれません。ただ単にロゴが載ったとかだけじゃなくて、はい、もう完全に別のオービスだと思ってください。はい、はい、でですね、ちょっとですね、丸みがあると言いますか、はいはいはい、こっちの方がですね、結構あのインバースラウンドであるんですけど、他の部分は結構カクンカクンとして、はいはいはい、R があんまないんですね、はいはい、なんですけどこっちの方はあのこの内側の方ですとか、このリムの部分ってちょっと丸みが増されてまして、なるほど、はい、こっちの方がキャッチの衝撃が柔らかいかなという感じですね。ですから回転力は上がってるんですけど、使ってる感じそんな疲れないっていう、なるほど、はい、感じになります、ね、あのアウディさんはやっぱ大手のね、はい、あのヨーヨーメーカーさんなんで、多くの人にっていうことになると、はい、競技者じゃない人に手に取ってもらうことも考えて、はい、やっぱ比較的若干優しいフィーリングになってるのかな、はい、感じをしますね。そうですね、はい、はい、でこれあのサイドフェイスのこの、このキラキラとしたこのキャップですね、はい、はい、これが結構ですね、ステージの絵とかですと、僕あの中国行った時に、はいはいはい、このオービス使ってる選手結構いたんですよ。あ、そうなんですか、はい、で結構照明で、まあ、照明、そんな強い照明じゃないんですけど、はいはい、それでも結構振ってる時にキラキラとして綺麗でしたね。あ、なるほど、目立つよね、はい、そうですね、はいはい、他のフルメタルとは違う存在感を示せるなっていう、はいはい、そういった魅力があります、うん、はい、そんな感じでちょっと新しくなったオービス、結構ちょっとあの、はい、コンセプトはあのちょっと離れてるんですけど、はい、かといってオービスの本来そもそも良さっていうのは結構生きてますんで、なるほど、はい、もともと軽いフィーリングのようなんですけど、こちらもですね、回転力強くなってる割には、うん、あの結構あの軽いフィーリングのヨーヨーっていうことになってまして、うん、62.6g と、そうそう、軽めですね、はい、と、はい、いうことでフルメタルヨーヨーの最近のモノメタルとしては特に軽い方で、そうですね、はい、なってますんで、ああ、うん、こういうの欲しかったんって方結構いるんじゃないかなって思います。なるほど、はい、ぜひそういった方手に取っていただければなと思いますので、よろしくお願いします、はい、はい、そしてもう一つ、先ほど言いました、はい、レイブ、はい、もう R まで来たからね、そうですね、最新作です、はい、こちらは、そうですね、折り返してもだいぶ経って、もう残り3分の1ぐらいかな、そうですね、はい、そういう話なんですけど、はい、こちら、レイブは、なんとヨーヨーオフィサー初めてのバイメタルです、はい、はい、こちらですね、バイメタル、これ、外がステンレスノイル、中心は6061のアルミ合金となっております、はい、はい、で、スプラッシュカラーと、あと単色シルバーがあるんですが、はい、はい、こちらはですね、幅広系のバイメタルなんです、はい、はい、幅45ミリなんです。お、結構広いね、結構広いです、はいはい、幅45ミリを超えるというか、そのくらい あの幅のバイメタルっていうのは実はめちゃめちゃ少ないんですよ。そうですね、クラウンぐらい、はい、そうですね、クラウン44ぐらい、ね、そうですね、はい、あれでも44なんで、はい、もう本当にこっちは1ミリ広いと、はい、より幅が広いワイド系のバイメタルなんですね、はい、はい、なんでかと言いますと、はい、あのバイメタルって、まあ、言わずもがな
パワーを上げるために外側に、うん、あの比重が重たい金属を使うわけですね。そうですね、はいはい、でパワーを稼げば稼ぐほど、うん、ブレが出やすいんですよ。まあそうですね、はい、ましてや幅広となるとなおさらで、そうですね、はいはい、もう実はさっき 43mm が結構メジャーな幅っていう感じのこと言いましたけど、はいはいはい、43を超え始めると、うん、1mm、0.5mm 超えるだけでも、もうブレの出やすさが跳ね上がるんですね。なるほどね、はい、実際のその用意の開発とかを見ていると、うん、もうそういう傾向にありまして、もう本当に各社あのそこをバイメタルのもので、まあ、もう例えばモノメタルのワイドボディのものに近づけるとしたらどうしたらいいかと試行錯誤してるわけです。確かにね、はい、でレイブはその答えにいち早く到達したのかなと。あ、確かに、はい、いう感じのモデルですね、はい、はい、でこれ結構ですね、先ほどあのオービスの時にも言いましたけど、はい、角が丸い衝撃が優しくなるんですよ。そうですね、はい、これ結構大きくて、はいはい、あのこういったモデル使う方って、うん、結構もう向上心が高いというか、はい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 、そういった方もいますし、す、ね、結構もう、はい、興味でもうマイメタルってどんだけ、うん、そんなに言うならそんなにすごいんだったら、はい、やっぱり使ってみたいと、まあそうですね、言って使うんですけど、はい、なんかこう気遣いしちゃうと、はいはい、マイメタルの本来の良さってのは 100% 伝わらないのかなと。まあまあまあ分からなくないね、はい、はい、やっぱり練習であれ遊びであれ、うん、そしてステージでの本番であれ、うん、どこでやっても愛されるマイメタル用であってほしいっていう感じがします。確かに、はい、っていうわけでですね、あのこれちょっと長期柔らかいっていうのにもう一つ加えて、はい、あのまあ最近滑らかなフィーリングって言いますけど、はい、結構これもそういったタイプのヨーヨーでして、なるほど、はい、はい、あの衝撃が柔らかいのもそうなんですけど、結構こっちから加える力っていうのも優しく受け止めてくれるっていう、なるほど、はい、はい、感じですね。で優しく受け止めてすんなり答えてくれるっていう、はいはいはい、はい、だからレスポンスが決して遅いわけじゃないんですよ。なるほどね、はい、はい、重量は至って普通の 65g 台と、はい、まあ、バイメタルとしては少し重たい部類かもしれませんが、はいはい、それでもですねちょっとクッションがあって、その後すんなり思ったポイントまで100で動いてくれると。あ、なるほどね、はい、110とか80にならないんですよね。なるほどね、力をちゃんとそのままの勢いで保ってくれるっていうことですね、はい、そうですね、はいはい、思い通りのコントロールっていう言葉は結構しっくりくる、なるほど、はい、バイメタルになってますね。うん、はい、というわけでこちらこのレイブ、はい、価格も非常にお得になっておりますので、価格が結構ね、あの、はい、ヨーヨーオフィサーからしたら押すところみたいな感じで来ましたからね、はい、今回も。そうですね、はい、オフィサーって結構あの僕ら長い付き合いなんですけど、そうですね、はい、はい、もうその初めて出たそのオーラっていうヨーヨーから、はい、もうその時からコストパフォーマンスっていうところでいくと、ね、この値段でこんな使いやすい自分みたいな感じだったよね。そうですね、はい、やっぱその瞬間って結構いろんなメーカーがね、うん、安いモデル、はいはいはい、安くてすごい使いやすいモデルをいっぱい出してた中、ね、はいはい、突出して人気が出てたって言っても過言ではないのがその美味しさなんです。そうですね、はいはいはい、それがバイメタルでも同じことが起きてます。そうですね、はい、はい、この価格でこれは信じられんっていう、そうですね、はい、はい、そんな安定感を秘めています。そうですね、はい、バイメタル初めてという方もぜひこの機会にですね、このレイブから新しいヨーヨー世界を体感していただければと思います。はい、ぜひお試しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まだ続きます。はい、まだあります。まだっていうか今日届きました。はい、今日届きましたね、はい、数時間前に届きました。はい、あ、ちなみにごめんなさい、はい、レイブこれ発売日が決まってます。あ、はい、発売日がですね25日ですね、はい、9月25日の12時、はい、販売開始しますので、はい、ぜひね気になっている方は待っていてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあさあ本日の目玉の一つですね、はい、はい、こちらを紹介させていただきましょう、はい、新機種が、はい、はい、サムシングから届きました、はい、そしてイズムから届きました、はい、そうですね、まずイズムの方から紹介させていただきましょう、はい、はい、サムシングの兄弟ブランド的な存在として ね新しく始まったイズム、はい、そちらから第2作のオーブ、はい、オーブ、はい、到着しました、はい、はい、オーブなかなか情報が出ないんですが紹介させていただきますと、はい、バーサスがストレート系の位置プロファイルだったんですね。そうですね、はい、はい、それに対して、まあ、こちらオーブっていう名前もそうなんですけど、はい、はい、こちら中心が丸くなったラウンドと位置プロファイルの組み合わせというふうになっております。はい、はい、まあ、価格帯がもちろんね、イズムシリーズということで安いのはもちろんのことなんですが、はい、まあ、先ほどもワードで出ましたコストパフォーマンス、はい、っていうところでこちらイズム非常に優秀でして、はい、はい、特にですねこのオーブなんですが、はい、はい、こちらあの個人的にはバーサスよりも回転力が強いフィーリングになってます。なるほど、なるほど、はい、はい、あっちがかなり柔軟な、はい、あの、まあ、フィーリングというところでいくと、はい、こっちはですね結構フルメタル用ならではの、うん、もう金属感、ああ
はい、金属の硬くて重くてしっかりしてる感じ、合成がしたりする感じ、しっかりしてる感じは強いね、はいはい、っていうところをがっつり押さえてるっていうモデルですね、はいはい、ですので VS があの初めての人でも違和感なく移行できるっていうタイプのものに対して、こちらはもちろん違和感なく移行できるというか、移行できるっていうのはもちろんそうなんですけど、はいはい、こちらの方はあフルメタルってこういうモデルなんだっていうのを素直に感じさせてくれるっていう感じはしますね、はいはい、そういったモデルですね、はい、結構この回転力強くてびっくりしたのが、あの、まあ、もちろん兄弟ブランドサムシングありますけど、はいはい、あのそちらのですね、ハイエンドモデルにかなり近づいてるぐらい、はい、安定感と回転力があります。はい、ということで本当サムシング、そしてこのイズム、こちらのラインナップ、はい、総合の開発力というか、なるほど、はい、うん、そういった設計能力っていうところを思い知らさせてくれるか、あ確かにね、はい、っていうモデルになっていますね、はい、はい、こちらね、バーサスもオーブも両方おすすめなんですけど、まあはい、スピード感、あの、はい、しゃくしゃくっと動かしたいなっていう方はバーサスの方、はいはい、そしてじっくりとコンボしたいという方、そして何よりフルメタルのパワーを思いっきり体感したいという方、うん、その方はこちらオーブをおすすめ、なるほど、はい、はい、っていう形ですね、はい、そして新機種ってあるので3機種あります、はい、はい、続きましてはこちらですね、アングラム7号、はい、はい、2の7号ですね、はい、アングラム2の超超ジェラルミンバージョンです、そうですね、はい、はい、まあ、前回のアングラムでもね、それからあのスーパーフライとかもそうなんですけど、はい、超超ジェラルミンバージョンとそあのソーネーバージョンだったりとかして、はい、こちらもですね、そのアナザーバージョンとして出てきました、はい、はい、まあ、どちらも人気ということなんでしょうね、そうですね、はい、やっぱりあの6061っていう金属を、はい、やっぱり普段のアングラムとか使われてるんですけど、はい、7075の方が硬いんですよ、単純に、そうですね、で、はい、振ったら分かるんですよ、あ、はい、硬いんだ金属、はいはい、っていうぐらい明らかにフィーリングの硬さに、はい、あの違いが出るんですね、はい、これがもう本当に好みの差になるんですけど、はいはい、あの7075バージョンをずっと使ってる選手もいれば、はい、鈴木宏樹選手なんかはね、ずっと6061バージョンを使われてはいますので、はい、これはどっちが上とかじゃないんだなと、はい、いうものですね、そうですね、はい、はい、僕の中 の, あ の, その力の伝わり方 の想像図っていうのがありまして、はいはいはい、あの柔らかいクッションがある感じっていうのが、まあ壁にボールを投げたときに一瞬ボールが沈んで返ってくる感じ、跳ね返ってくる感じ、そうですね、はいはいはい、ではなくて7075って投げたらもうパコーンってそのまま入ったから、ーノータイムで返ってくるみたいな、なるほどね、はい、ビリヤードの球みたいな、はい、そんな感じですね、はい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 、っていう伝わるかな、まあ言いたいことはわかる、でもそれは俺が違いを知っているからだっていう、まあそういう違いがあるんです、はいはい、でも、まあ、言ってしまえばそのぐらい違いが出ちゃうんですよね、そうですね、はい、素材が違うだけでほぼ同じ形状、実は実際多分同じ形状なんですよ、同じ形状で、はい、同じ重量になるように調整してるのに、はい、本当に違うのは素材だけで、はい、こんなに差が出るんだっていうのがありますね、はい、そうですね、はい、よく素材違いなもので僕ら言いますけど使い比べ、はいはいはい、こういうものをね、あの1個の要領でしておいてもらうと、はい、今後ね、あの他のラインナップでも同じようになります、そうですね、サムシングさんだってね、はい、もちろんいろんな素材で同じ形状のものを出したりします、はい、1個知っておくとその後選ぶのがすごい楽になる、まあ、でも揃えるの大変ですよこちらは揃えるの大変ですよ、はいはい、まあ、アングラム2ですからね、そうですね、はいはい、ただね、できればそういうところ1回2から触ってみてほしい、いやまあ確かにね、はい、贅沢だけど使い比べれるとね、はい、これはすごい楽しい、はいはい、本当に楽しい、本当に、はい、自己満足とかじゃなくて本当に違うので、はい、そうですね、はい、こちらは、ね、ぜひね、友達とかがね持ってたらたまにシェアしたりとか、はい、そういうのもできると思うんで、はい、ぜひこちらの方試してみてもらいたいなと思います、はい、カラーはブラックです、はいはい、ブラックだけどやっぱリムがついてるんで、はい、意外とステージでは目立つんですよね、そうですね、はい、結構ねブラックのフルメタルを使ってる方もいらっしゃいますけども、 そうですね、そういった方のビデオを見ると結構目立ってますので、ね、はいはい、黒だから見えないということはないです、ないです、はいはい、さあそしてはい、はい、ついに来ちゃいましたね、はい、はい、こちら世界大会前に1個話題になってたようなんですが、はいはい、ついに当店でも入荷することができました、はい、はい、アングラム TISS、はいはい、アングラム TIS って言ってたのかな、そうですね、はい、はい、オフィシャルのですね、はい、あのプロモーションステージがあったんですが、はいはいはい、そこではですねアングラム TIS と呼称されておりました、はい、はい、だけどこちらアングラム TIS なんですけど、はい、はい、TISS、はい、タイタニウムステンレススチールということですね、そうですね、はい、はい、もう今僕らがね、もういろんなヨーヨー商品紹介してきてますけど、はいはい、やっぱ流れってあるわけじゃないですか、そうですね、はい、何かが流行る、どんなサイズが流行る、どんな素材が流行るって、はい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 、で素材が流行るの次が今素材の組み合わせがね、いろいろ試されてきてるわけですよ、6061と何かなのか、はい、何かなのか、
はい、なった時にこれはですね一番贅沢な、そうですね、現状考えられる中ではもうおそらくほぼ最上級の、そうですね、はい、贅沢な仕様です。完全にね僕の考えた最強のヨーヨーをちゃんとしたバージョンだね。そうですね、はい、これはチタンのボディとステンレスのリムを搭載したモデルなんですね、はいはい、先日多分、はい、リアンド TV の中で、はい、次は何が流行ると思いますかみたいな話になって、はい、やっぱこう組み合わせがプラスチックとメタルの後、はい、ボディから金属になりました、はい、金属が来た、はい、次はチタン全部になった、はい、っていうことはその次はチタンとのバイメタルになるのかなって言ってたのが、はい、もう出てきた、はいはい、出てきましたね、はい、もう各社が先へと、はいはい、行ってきておりますから、はい、はい、その先駆けの一個がこちらでこのティース、はいはい、でですね、こちらですね、僕がすごい思ったのが、はい、みんな理想のヨーヨーって想像してしたことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ確かにね、はい、理想のヨーヨーを想像したことがあって、はい、でこんな素材でこんな形でこんな色で、はい、なんだこんなベアリングがもうこんな新しい、ね、はい、軸だったりとか機構だとか、はい、いろいろ考えて、はい、ただですねこのヨーヨーをパッと見た時にすごいインパクトがあって、はい、あ、僕の理想のヨーヨーこれでいいですみたいなあ、なるほどね、はいはい、そんぐらいもう丸ごと浮気してしまうぐらい、はい、本当にかっこよくて本当に使いやすい。そうですね、はい、はい、めちゃめちゃ使いやすいんですよこれ、はい、何がすごいかってなんか、はい、今までのヨーヨーの、僕らが持ってる数字の感触、はいはい、直径がこんだけで幅がこんだけあって、はい、重量がこれと素材がこれなら、はい、大体こういうフィーリングっていうのが通用しないんです。あー、まあ確かにね、はい、もうチタンっていうだけで、はい、僕らもそんなそあの触り慣れてるわけじゃない、はい、中で、はい、しかもそのバイメタルバージョン、はいはい、ステンレス搭載、そうですね、想像を超えてるわけですよね。そうですね、はいはい、もう完全に未知なんです、はいはい、ただ未知なんですけど身を委ねれる安心感があるんです。あの上の方の未知だね。そうですね、はいはい、あ、これはもう絶対にいいやつだから大丈夫だけど、あーっていう、そうどんぐらいこの辺にいるのかは分からへん、はい、そうですね、はい、まあ、あ、すげーのは分かるわっていう、すごいのは分かる、はい、ただこれやっぱり、ね、じっくり使っていただけると、僕あのちょっとだけあのちょっとだけしか使ってないとかなかったんですけど、はい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 、その後あの10分15分ぐらい、はいはい、使う機会が世界大会でありまして、はい、で使ってもらったんですね、はいはい、結構とりこになりましたね。あー、なるほどね、はいはいはい、チタンってあの投げて、はい、あのまず技やって、はい、でその後スリップの残り方ですよ、はい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 、これが結構チタンのすごい特徴でして、はい、全然スリープ減ってないっていう。ああ、なるほど、はいはい、それがもう一回りすごくなってるんです。ああ、やっぱそうなんですね、はい、やっぱりステンレスがそこで綺麗に融合してるわけですね、はいはいはい、ここで結構あの、まあ、雑に組み合わせをしちゃったりとか、はいはい、重量配分とかをちゃんと考えずに素材同士を組み合わせたりとかしちゃうと、はいはい、なんか噛み合ってないマッチしてない感じってあるんですよ、はい、実際そういう用も、うん、あの、まあ、あったりとかするんですけど、はいはい、ただですねこちらもう本当にうまく融合されてまして、はい、ステンレスのいいところとチタンのいいところ、ステンレスの重たくて頑丈なところと、はい、チタンの軽くて頑丈なところっていうのがぶつかってないんです、はい、すごい綺麗に融合し合ってるっていうのがすごい素晴らしい。なるほど、はい、完成度誇ってるチームです。そうですね、さらにね皆さんお気づきになりました、はい、チタンなのに黒いんですよ。そうです、はい、サムシングさん ね、はい、しょっちゅう、はい、まあ、デルリンテとかポム素材って普通白か黒なんですよ、黒も珍しいんですよって言ってる中、はい、青出したり、はい、ピンク出したり、最近イエロー出したり、はい、そういうのがすごいんですよね、はい、チタンも僕らも何回か言いました、はい、量産化処理をしたら、はい、あのその時間で青寄りか緑寄りになるんだ、はい、何やったんか知らんけど黒いんだよね。黒いですね、はい、基本的にはもう何もしてないシルバーか青系しかなかったのに、はい、真っ黒、はい、そう、なぜか、はい、はい、すごいですよね。そうだね、はい、どこで見つけてくるんだろうねこれ。そうですね、はい、これしかも黒の上にですねこの染色する前に、はい、これなんとですね削り出しはもちろんボディの削り出しは旋盤なんですけど、はい、その削り出した後にここあのかなりですねテカテカなんですけど、そうですね、はい、はい、これですねあのこれこうやって見ると実はもう映ってるんですこっちが。あ、そうですね、めっちゃ映ってますね、はい、もう鏡みたいに映るぐらい綺麗なんですね、はい、これ職人さんが手で磨いてるらしいです。へー、はい、すごいな、はい、そんなところまで贅沢な、すごいな、はい、主要のですねこちらアングラムティス、はい、はい、いよいよ入荷することができましたが、はい、案の定超極小入荷でございます。もうむっちゃ少ないです、はい、むしろなんかあの、はい、あ、入れさせてくれるんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、すぐ、はい、すぐ返信しました。岡山の途中だったんですけど、はい、これだけ返信するのはちょっと待ってみたいな、はい、いやもう本当僕たちはこれ待望のモデルだったので、そうですね、はい、もうこれ世界大会の時でも言ったんですよ、はい、高くていいからさむっちゃ入んないかな、はい、みたいな、はい、すごい言ってたんですけどね。そうですね、はい、はい、これで世界大会でも
なり話題をかっさらっていってたようなので、はい、はい、お待ちの方多かったと思います、はい、お待たせいたしました、はい、争奪戦スタートです、はい、はい、そうですね、はい、というわけでこちらアミナオティス、ただ皆さん、はい、分かってると思いますけど、はい、安くないですよ、はい、はい、先ほどからね、はい、チタンチタンと、はい、そしてステンステンと、バイメダルバイメダルと言っております、そうですね、はい、こちらのうちで最高値かなだと思います、はい、はいはい、こちらの価格なんと、はい、こちら94,800円です、94,800円、はい、94,800円ですが、はい、彫刻帳です、この94,800円、はい、悩んでる間に誰かが買うかもしれません、そうですね、そんなこのアングラムティス発売日、はい、9月25日、はい、9月25日です、はい、はい、に販売開始します、はい、はい、ちなみにその日にアングラム27075こちらも販売開始します、はい、オーブもですね、はい、はい、こちら全部販売開始するんですが、はい、ちなみによく考えたらこれもです、そうです、はい、はい、全部9月25日になぜか発売日が固まっています、はい、はい、皆さんどれを買うかちゃんと見定めて、はい、はい、ぜひね争奪戦に参加していただければなと思います、はい、はい、よろしくお願いしま す, しいします、というわけで本日の新商品紹介以上です、はい、以上ですね、はい、はい、ちなみにですね第2位がまあちょっとずるいんですけどシルバーバレットセットっていうのが2位でした、そうですね、はい、はい、そう、逆にシルバーバレットセットを抜くヨーヨーがついに来た感が出ました、ね、そうですね、はい、はい、そういうことです、ね、7万5000円2万円アップの、そうですね、はい、はい、このままどん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 ね、上がっていくんでしょうかね、かね、仕入れが大変だそうですね、はい、はい、ここに置いてるだけでも怖いですもん、そうですね、はい、何かあったら一撃10万円の損害ですけどね、今ここで地震があったらハーってなるんですいやでもこいつチタンだから丈夫なら大丈夫だよ、あ、本当だ、すごい、こういうこいつだけここのグラグラシャーってなってるのにもう、はい、これだけ生き残って PV 作れそうだねそういう PV 作ろう、なるほど、はい、はい、というわけ で,、はいわけで、はい、そんなアイデアいっぱいあるんです、はい、というわけで、はい、アイディアって言うんかはい、というわけでそれでは、はい、お便りのコーナーに行きたいと思います、はい、はい、まずペンネームなめしさんから、はい、はい、リマインドスタッフの皆様こんばんは、こんばんは、だんだん涼しくなって外を歩くのが楽しい季節になりました、はい、先日も息子と公園の芝生公園、あ、芝生広場で、はい、あまり家ではできないファイウェイを練習していました、はい、屋内は風もなく、落としてもあまり汚れたりしないのですが青空の下で回してると気分よく遊べるので気に入っています、なるほど、もっと気軽に屋外でヨーヨーする姿が増えないものかなと常々思っています、うん、スタッフの皆さんは外だとどんなところでヨーヨーしたりしますかということで、なるほど、はい、外、はい、近所住んでる人は近所の公園で普通練習してますね、そうですね、オフスト練習してますよね、そうですね、はい、そういう気軽な感じじゃないですよ、はい、まあまあマジで構成通してたりします、そうですね、はい、近寄るのが難しそうな雰囲気出してます、ね、そうですね、はい、まあそういう人もいます、はい、はい、はい、まあ僕らは違いますまあまあすることもありますけど、まあそうですね、はい、そうですね、いつもではない、確かに外は、はい、気持ちがいい、気持ちがいい、気持ちがいいね、はい、僕も確かにお花見とかで、はい、こう杖とか持っていこうって思うんだよね、はい、そうですね、やっぱ広いところだと思いっきり技ができるのがやっぱ魅力ですよ、はい、そうですね、天井を気にしなくていい、壁しなきゃいけないっていう、そう、でもただ壁を気にしないがために、はい、道路に飛んでいかないようにオフストとか気をつけないといけない、まあまあそれはそうですね、そっちはそうですけど、川沿いと川が多いんですよ、はい、岩倉市、はい、川多いっていうか、まあ、川、有名な川がね、川ね、はい、ありますんで、で、まあ、はい、ああいうところでやるとね、はい、川に落ちて鯉の餌にならないように気をつけないっていうのはやっぱり、ね、気を使いますけど、はい、そうですね、どんなところで用意したい、だからやっぱり、はい、その花見がその川沿いであるんで、はい、やっぱああいうところでやったりとか、はい、まあ、やるときは。はい、五条川の千本桜って言ってね、岩倉市の五条川 の, その桜がすごい有名なんですよ、そうですね、はい、で結構そのヨーヨーの人たちとかも集まって、はい、でもう本当にもうお花見でもうなんか食べ物食べながら、はい、飲みながらヨーヨーしながらワイワイするっていうのをやってるんですけど、はい、そうですね、はい、外でやるっていうとそういうイベント系がメインかなって、そうですね、あとはバーベキューをやったりするとか、はい、が多いですね、そうですね、はい、はい、外でこうなんかそうですね、本当にもうなめさんと同じでなんか気軽に気楽に屋外でヨーヨーみたいな、はいはい、感じでやってるので、はい、まあ練習でやってる人もいますけど、そうですね、まあ誰とはちょっと特定されない範囲でお話ししますけど、はい、まあ某プレイヤーは、はい、某すごいトッププレイヤーの方は、はい、公園で練習しすぎて、はい、実はその当時ヨーヨー全然知らなかった人たちの間でも有名になってたっていうこともやっぱありましたね、そうなんですね、はい、なんかあいつ公園でめっちゃ練習してるらしいぜって、はい、そうなんだマジすげえなーって言ってて、はい、数年後全然ヨーヨー関係ない人でその周辺に住んできたから、あうちらの間で噂になってたよその人みたいなえそうなんみたいな、はい、こともあることはあります、はいはい、まあでもね今度は逆にね、はい、やっぱ今時ブーメランとか、はい、フリスピーとか、はい、まあ、バドミントンとか、
いろんなものでね、外で遊ぶ方増えてたり、はい、まあもちろんこんなもん昔からありますけどね、はい、と一緒で当たり前のように、じゃあ今日外でヨーヨーやろうか、はい、でいう姿がもっともっとね、はい、増えると確かにいいですね。そうですね、確かに。でも、はい、公園でヨーヨーやってる少年たちってたまにいるらしいんですよ、はい、ああなるほど、はい、僕はあんまりお目にかかったことないんですけど、はい、あのお店に来てくれる少年たちの中に、はい、たまに公園でヨーヨーやってたら、はい、すごい上手いお兄さんが声かけてくれて、はいはい、ヨーヨーとかで買ってるって言ったらこの店教えてくれたんだっていうことが過去何度かあったんですよね。ああなるほどなるほど、はい、っていうこともあるんで、はい、意外と外でやってる人って実はいるのかなと。そうですね、はい、たまたまお互いがエンカウントしてるんですけど、なかなかエンカウントしないですよね。はい、はい、まあ、ですね、あの上の練習会みたいにね、はい、青空練習会みたいなのもありますからね。そうですね、はい、じゃたまにはねそういう感じで青空練習会みたいなのもね、うちらもやりたいなって言ってるんですよね。はい、はい、ちょっと涼しくなってきたから、まあ運が良ければ、そうですね、はい、春秋しかできないんですけど、ね、そうですね、はい、やっていきたいなと思いますね。はい、はい、というわけで、はい、続いてのお便りいきましょう。はい、はい、続いてのお便りは福部さんですね。はい、ヨーヨーのトリックで一番盛り上がったものは何ですか、はい、ということでね、はい、今日はこちらをテーマトークに、はい、持っていきたいなと思います、はい、過去コンテストでやられたトリックで、はい、盛り上がった技、はい、はい、なるほど、はい、フリースタイルで盛り上がったのいっぱいあるじゃないですか、はい、それこそ優勝したフリースタイルで大体盛り上がってますよ。まあそうですね、はい、ものすごい盛り上がったフリースタイルも局所的に盛り上がったフリースタイルもあるとは思うんですけど、はい、技ですごい沸かせたもの、はい、それ以外は盛り上がってなかったとしてもそのトリックの瞬間だけドッカンになったものとか、はい、はい、そういうもので印象残ってるものは何なのかというのを、はい、今日はね、はい、それをテーマにお話ししていきたいなと思います、はい、多分いくらでも出ますよ。まあね、結構こんだけやってるとね、そうですね、僕ら15年間大会見てますからね。そうですね、はい、はい、もう言い出せばそれこそ初めてスクリューが出た時とかもドッカンとかもね。ああなるほど、はい、もう初めてこのバリアブルの技を僕も見た時は、はい、そんな技がこのように存在するのかと、はい、多分これ3回の東北エリアかファイナルかとかなんですよ。3回っていうのは3回ジャパンチャンピオンシップっていうね、はい、98年ぐらいの、はい、8年9年ぐらいの8年かなまだ、はいはい、え、違う9年かな、そんぐらいの大会です。なるほど、でやってた選手もいて、なるほど、はい、そんぐらいだったと思います、ね、はい、あのまあ、当時、まあ、ほとんどの選手が多分ツーハンドルーピングだったと思うんです。そうですね、はいはい、僕オファスターでね当時ヨーヨーの情報を知れたんですよ、はいはい、で多分そのハイパーヨーヨーの放送、ハイパー関連の放送が当時最後だったのが、はい、世界大会の放送だったと思うんですよ。あ、そうですね、はい、でその世界大会の放送で、はい、いろんなプレイヤーのね、あのすごいシーンみたいなのがパッ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 出てきて、その中でびっくりしたのが中瀬拓海選手の子で、あ、プレストファウンテン、そうですね、はいはい、こうからこうなってこうなるっていう、通称平泳ぎと呼ばれていた、そうですね、はい、ですね、はい、僕もまずそもそもあのこのまずミルクザカができなかった、なんならもう、はい、僕 3,4 年前はできなかった、はいはい、そうですね、ここ2、3年でだいぶ上手くなったね。そうですね、はい、もう見てたら、はい、もう無限に続きそうっていうぐらい綺麗にできてるミルクザカウをちゃんと見たのも初めてだったし、はい、はい、上に上がるのもちゃんと見たのも初めてだったし、確かに初めてパンチングバックを、ね、はいはい、あのやった人は死ぬほど盛り上がったと思うよ。ですよね、で現場にいなかったけど、はい、でその上でなおかつユーボー以外で横になってる技があるんですよ。確かに、ユーボー、セサカウ以外でキープしてるって思って、確かにな、はい、でもあれは衝撃でしたね。ああ、なるほど、会場も盛り上がってましたし、ああそうですね、はい、まあ、もうちょっとね最近で言ったら個人的にですけど、はい、瞬間、まあ、分かんないです、僕の補正も入ってるかもしれないですけど、はい、瞬間的にもう身の回りドッカーンって過去一番になった技で言うと、はいはい、2009年世界大会 3A 部門の東太一郎選手の足でこう、はい、両方こうやってアラウンドした後、はい、足にかけて、はい、後ろ歩いた後、足にかけながら歩けるんですよ、あの、はい、って、はい、歩いた後そのまんまビハインドのツーハンドトラピーズをやった時に、はい、バーン決まったんですよ、はい、もうその瞬間はやばかったですね、やばかったですね、もうドッカーン、はい、もうあれは本当に感動しましたね。ラウドネス高かったですね、あれは。あれはやばい。ラウドネス20ぐらいあったね。5点満点。5点満点の20ぐらいあったね。ありましたね。はい、結構あのあたりって 3A もすごい進化し始めた瞬間ですよ、はい、ですね。フルメダルが入り出す瞬間なんですよ。ですね、金属ネームからフルメダルに変わった瞬間で、はい、でも2009年の優勝の木村健太郎選手の、はいはい、あのダブルナッシングとかも、はい、あの実際はちょっとね、ずれちゃったんですけど、あ、そうですね、それでももう、どっか。だからすごい歓声がこうなって、こうなって最後こうみたいな、そう全部で、ね、乗せていってるタイプだったね。もう最後の最後まで攻め切った感じ、はい、そうですね、はい、で最後にツーハンドダブルナッシングを押
そらくステージでちゃんと初めてするのは、はい、木村健太郎選手だったんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、あれのインパクトもすごかったですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、でも2アンダブルマシングもすごかったけど、それを言い出したら多分ね、アルチュンの2トラも決まった瞬間はすごかったよ、はい、3A すごいですね。はい、3A って必殺技感が強いんだよね。そうですね。いや、もうそういうこと今年の世界大会の三浦はじめ選手とかも、あ、そうです、ね、まあ、まずフィニッシュがすごいかっこいいじゃないですか。そう、フィニッシュが今お前のはかっこ悪いって。俺エグシラじゃんこれ。真逆の体験してる。あの、ここで挟むみたいな感じになるよな。はい。で、しかもその前にもね、サビ、その前の一番最後のサビか、はい、まあ、もう胸、ね、彼のお箱になったんですけど、はい、これですよ。そうですね。はい、あの、オルタナティブ・イーライ・ホップ2ハンドの。2ハンドの。はい。はい、あれが、ちゃん、もう外せない、一番盛り上がってるサビに持ってくるんですよ、彼は。いい根性してるよね。すごいですよね。はい。いや、本当素晴らしいと思います。そうですね。なので、まあ、そうですね。そういう技単位でいったら、はい、何があるかな、いっぱいあるんだけどね。でも3でいったらね、もう極めつけ合って人がいますけど。そうですね、まあ、宮本浩樹っていう選手がいてですね、はい、はい、2007年ぐらいのチャンピオン、2008年世界チャンピオン、そうです、8年世界チャンピオン、はい、世界チャンピオンですね、はい、なんですけど、まあ、今となっては常識と言われるようなトリックも、はい、当時彼がいなければ発想もなかったっていうような動きを出してきて、はい、全てのトリック数がすっごい少ないんですよ、はい、全部通して3分間で10トリックぐらいしかしないんじゃないかな、はいはいはい、その10トリック全てがオリジナルで、はい、10トリック全てがみんなの想像をはるかに超えたトリックだったっていう、はい、伝説の選手がいるんですけどね。すごいですよね。声を上げないトリックがないっていう選手だったんですよ。そうですね。はい、なんか、なんか話を聞くと、はい、これまでに 3A のステージで発表された技なしねみたいな。そうですね。そういう練習をしてたらしいんですよ。そうですね。その結果、はい、あそこまで行ったのもすごいですよ。すごいな。はい、もう多分なんか今後おそらく彼のようなプレースタイル選手いないと思うので、うん、気になった方はビデオで探してみてください。ぜひあのヒロキミラードで、はい、検索してもらえれば出てくると思うんで、はい、まあ、もちろんね、はい、もちろん今の方はるかレベルがないです、はい、当時の彼の技の、はい、何十倍もすごい技をみんな当たり前のように最近あるんです、はい、ただ当時の感動はすごかった、すごかった、はい、もう1個技やったらドカーンでキャッチして、みんなすごい曲がるんですよ、はい、キャッチもすっごいゆっくりやって、はい、で、よし、いつ投げよっかな投げまーす、はい、片手だけもう1個投げまーすからもうみんなその間次何すんだろう、そうっすね、ワクワクしてますよ、はい、ワクワクするか、いやもうそろそろないやろって思って見てるから、ね、そうっすね、まだあるの、そうでしょうって思ってたら、いやドカーンみたいなのがあったんで、はい、はい、それは盛り上がりましたね、はい、それはそれは、はい、はい、僕その時全然大会の決勝の中にいなくて、はい、あのビジターだったんですよ、はい、全然もう僕ビジターだったんですけど、はい、楽しかったですもん、そうですね、はいはい、もうなんかなんだろうな、あれもやっぱ未知ですよね、あ、そうですよね、はい、当時あそこのレベルまでの 3A でしても、まあ、ヨーヨーもヨーですけど ね、 あ、 そうですね、あそこのレベルまでの 3A の選手が、はい、選手っていうか 3A の技が、はい、本当になんかそこまでないと、やっぱりそうですね、はい、当時もやっぱ全国大会、日本の全国大会レベルが高いですよ、はい、はい、で、それもうそれぞれの選手が一つ二つ絶対に差し守ってますよ、まあ、そうですね、違うんですよ、はい、そうですね、はい、で強パンチとかじゃない、そうです、ね、中パンチ組み合わせとかじゃない、そうです、全部超必殺技、そう、全部ゲージをマックスまで貯めて出てくる超必殺技なんです、そうですね、あの全部進行波動拳なんかね全部一瞬ね、あのズームのカットが入るんですよね、そう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 、はい、全部超カメハメハなんですよ、あいつ、はい、いや本当に今はね、皆さんがどう感じるか分かりませんけど、はい、ただね、何か伝わるものあるんじゃないかと思いますね、はい、はい、今一周回って見なくなったトリックとかもやってたりとかしますし、確かにね、はい、はい、3A は多いよ、あの多い、はっきりしてるよね、必殺技をやりますみたいなのは、はい、そうですね、しかも 3A とかってね、はい、プレースタイルの成長止まるんですよ、ヨーヨー、あ、そうですね、はい、大きく振って外止まるの、はい、ツートラなんてそれの境地ですよ、そうですよね、はい、さっきの足ね、くぐってくぐってのビハインみたいな、はい、もうそこで止まったら正解って分かるっていう、そうですね、はい、だからもうどっかなりやすいから盛り上がりやすい、そうですね、はい、まあ、あと盛り上がったって言ったら、はい、そうですね、はい、まあ、もう過去に遡ればね、はい、言い出したらあれなんで、はい、あれなんですけど、初めて浮き出た時はどっかになったんですけどね、あ、じゃあどちらの選手が、ですね、初めて、多分本当に初めて割とみんなの前で起こったのって、はい、ですね、多分ですけど、東京のワールドホビーフェアの時の2001年ぐらいのワールド、はい、違う2000年か、はい、2000年のワールドホビーフェアの時ぐらいの梅原正孝選手 の、はい、あのデモの時に出たんですけど、はい、多分本当にドッカーンだったのは第6回ジャパンチャンピオンシップ
ップの福岡大会の山田篤選手の時がちゃんとした動きが初めて、はい、大会で、そう、はい、大会で発表したのが多分篤くんだと思う。へえ、なんか僕聞いたことあれですよね。こうもうループからラップしながらもう超えるってことですよね。はい、最初このカウラップがちゃんと出たの多分その時。はい、なるほど。でその時やっぱドッカーンなってましたね。はい、はい、なるほど。でも 2A だったらですよ、まあ最近はシュウ君がね、ああシュウ君はドッカーン言わしたね。シュウ君はね、おそらく世界大、はい、今年の世界大会ラウドです、ラウドですチャンピオン、チャンピオンじゃないかなと。はい、もう何回飛ぶんだと。そう一番最後に飛んでってた。たまにインスタとかで練習するのを見てたけど、はい、なんか見ててまだヨーヨー持つブリダワのトーンを出してたじゃん、はい、はいはいはい、あれわざとだったんかなって思う。あれ実は2年前練習風景ですよね。いやだって、はい、で爆中してアラウンドするのあんなん苦戦してたのにさ、はい、まだ投げれないと思うじゃん。しかも爆中なんて斜めにもあるんだからさ、はいはい、うん、って思ったらさ、はい、いきなり最後おいし最後の技やりますって助走をつけ出したなと思ったらストライバーンドッカーンとはなったな。あの時はあの曲あれ以上の音はできないですよ。できないな、はい、あの曲もう誰も使えないわ。あれはもう使えないわ。はい、うん、まあ、あの曲ねシュータカーだって入ってるから使えないですけどね。あの曲を封印した男だよ。自分で封印した。自分で封印したよ。そうですね、確かにシュウ君のあの時は盛り上がったね。半端なかったね。はい、なるほど。まあ、強い、そうか、そういうアクロバティック的な凄さも最近はあるのか。そうですね。はい、はい、あと盛り上がったで言えば、はい、まあ、ちょっとトリックから外れちゃいますけど、はいはい、去年のチェコの大会、はい、世界大会の時に、はい、金子智之選手が日本人初めて 2A の出番だったんですよ。確かに確かに、はいはい、その瞬間会場がまずついに来たーっていう感じでものすごい歓声だったんですよ。うるさくて始めれねえぐらい。あ、でも確かに、はい、あのビデオで見たら、はい、カネちゃんやる前からなんでこんな盛り上がってるぐらい、はい、そうですね、もうボワー、はい、ピューピューピューみたいな、はい、なんかよくわからん楽器の音がめっちゃ入ってるみたいな。入ってますね、はい、で実際というか始まった最初でちょっと軽い運気やって、はいはい、でアラウンドやってで、はい、次にサビ入った瞬間にミルクのね、はい、バーン入った時にもその瞬間もお客さんも目がハートです、ね、はい、本物のミルクの顔だ、うわーってなるわけですね。はいはいはい、はい、あれ見ててね、なんか日本人って誇らしいとかそういう感じちょっと近い何か。ああ、なるほどね、はいはい、なんか俺らこういうのいつも見てるやねこういうのいっぱいおんねんで日本には、はい、みたいな。もう本当はおこがましいんですけど嬉しくなっちゃったんですよ。わかるよわかるよ、はい、なんかやっぱねどっかね、なんか日本のなんかよくわからんスポーツの大会でも、はいはい、よう分からんけど日本応援しとこうって気になるもん。この間ラグビーとかもね。そうそうそう、はい、よう分からんけどいきなり南アフリカ倒したから、はい、なんか日本やっぱラグビー好き、日本応援しようみたいになるんですね。そうですね、僕見てましたもん。岡山伝説あれ3時まで見てました。寝ろよ。ちゃんと生きてましたから。まあ寝ろよ。いやーという感じでね、なんか嬉しくなっちゃったなっていう。あ、でもないな。はい、確かにな、はい、そういう感じで盛り上がることもあるのか。そうなんですよ、はい、2A ね、それこそ日本だったら 2A のレベル高いのは当たり前ですから。あ、そうですね、はい、そういう盛り上がりじゃないですよ。もちろん盛り上がりますけど、はいはいはい、そういう盛り上がりじゃないんで、はいはいはい、はい、やっぱ世界大会、国際大会で日本の大会、地区大会で、なんならイベント、デモとかで盛り上がりまた違いますよ、ね、そうですね、それぞれやっぱ違いますね。はい、盛り上がってるで言ったら、はい、うわ今何言おうとしたんだったっけ。まあ 4A で行きましょう。あ、 4A で行きます、ね、ちょっと思いついたのがあって、あ、はいはい、まあ、メインディッシュもね、もちろんいくつかあるんですけど、はいはいはい、その中で1個が、はい、あの2007年の奥山英二さん、はい、ああ盛り上がりましたね、はい、僕個人的には、はい、あそこで 4A が一皮むけたというか、なんか時代が一周して、はい、で次の段階に来たんだっていう。あ、なるほど、はい、はいはいはい、あの今はねもちろんみんな当たり前のように、はい、ターンでキャプチャーして、はいはい、ターンでマウントして、はいはい、で、あの、まあ、空中技ですよね、はいはいはい、空中で紐の風作って乗せるみたいなね、はいはいはい、やってますけど、それの走りがあの瞬間だったと思うんです、まあ、はい、はい、でその中で多分一番盛り上がってたのって空中でグリーントラングル作るっていうのがありました、ね、あれはすごかったね、はい、あの瞬間盛り上がってましたよね、はい、ああいう形のオフスリングを見せたっていうのが奥山さんがあの瞬間が初めてだったと思うんですよ、ね、プリズンブレイクで。確かにプリズンブレイクはやばかったね。やばかったですよね、はい、はい、まあ、でもそれを言い出すとね、はい、じゃあその前の年の2006年のジャパンのシャトルヨーコンですの岩倉レイもすごかったっすね。ああ、はいはいはい、はい、あの、はい、長い紐で、そう、あのでっかいヨーヨーで、そうそうそうだから、はい、あれがなかったら、はい、多分なんとなくみんなディアっぽい技を敬遠してたんだよ。ああ、なるほど、オブストリングで、はい、あ、やっぱオブストってヨーヨーだから、はい、ヨーヨーやったきゃいけない。やっぱ当時からあのやっぱディアボロができる選手っていっぱいいたんで、はいはい、やっぱオブストじゃないきゃダメだよと、
はい、デアっぽいことやっちゃダメだよっていう空気があったんですよ、はいはい、ぶっ壊しましたね。そうですね、はい、はい、ディアのお酒いっぱいやりまーすしかもその、はい、当時やっぱりオフストリングって、はい、結構ミス前提、はい、落としてなんぼみたいな、はい、だから予備をブワーってある中、はい、ほぼノーミスを見せるみたいな。そうですね、はい、あの辺からやっぱオフストもミスっちゃダメなんだみたいな時代になりましたね。そうですね、そうですね、その翌年にその2人は世界大会が戦ってるわけですけど、すね、2人ともオフトラック特別限定はなしかな。ああ、そうですね、はい、でしかも岩川選手に至っては多分1ミスとか。そうですね、ほぼノーミス、ね、そうですね、はい、で2位だったっていうことで、ね、ああ変わったなって思いましたね。でも全く違うプレースタイルの2人が並んだわけですけど、そす、ね、今その2人のプレースタイルが結構主軸になってるっていう選手も多いと思うんですよ、ね、ああ、そうですね、はい、はい、気づいてないけど、はい、その人たちの技をやってるみたいなのがすごい多くありますね、はい、ありますね、はい、確かにね、はい、まあソロハムの話するそうですね、はい、はい、そう覚えましたからね、うん、はい、まあ、盛り上がるといえばみたいな、はい、はい、そうなんですよね、はい、それこそ去年の世界大会、はい、はい、岩川選手がね、はい、ニック同時投げた瞬間、はい、あれは多分チェコの大会でラウドネス1位だと思います。ああ、なるほどね、はい、しかもそこまでノーミスだったからね。そうですよ、お客さんもう来るぞ来るぞ、もうやめてみたいな気持ちが多分半分ある。でもやっぱりその前のためにニコ投げ側はもうトレードマークになってて、はい、いやでもニコ投げめっちゃこれ1個でも落としたらとんでもないことになるのに、はい、ノーミスやでお前みたいな、はいはい、もうここでキャッチしてやめとけみたいな空気が流れる中、はいはいはい、でもみんなね、あのチェコの大会ですから日本大会じゃないわけですよ、はい、生で見るのは初めてって言っても8割なわけですよ。確かにね、みんな見たいと思うわけですよ。確かに確かに。でもやっぱりもうね、もうやっぱ難しいの分かってるし、はいはいはい、もうここまで来てるんだから、はい、もうやめてっていうねもう殺してもうやめてっていうの、うん、もうやめてっていうの見るっていう。そうそうそう、分かる分かる分かる、はい、もうなんかもう私のライフはゼロみたいな。そうですね、はい、僕が一番泣いたフリースタイルです。ああ、よかったーって言って本当にお互い多分曲100回聴いてるんですよ。確かにね、100回200回聴いてて、あ、まあ、ジェントリーもそうだったんですけど。そうですね、むちゃ練習してたもんな。はい、いや本当によかった。でも本当にあれは本当に全員とかもそうでしたけど、はいはい、叫んだ人は相当いると思います。そうですね、はい、 4A とかの、はい、なんか 4A のそのなんだっけな、まあ、今でこそ大きいヨーヨーが入ってますけど、はい、当時バイパーとか。そうですね、はい、2002年とか3年ぐらいまでバイパーの人いたわけじゃないですか。そうですね、はい、であの2001年の X モン世界チャンピオンの寺田慎吾選手のこの反り返ってこれ、あれ俺は家で叫びましたけど、ね、あれは俺も感動したね。レイオンバックで下模様をやるやつね、はい、ちょっとえげつないです ね、 そうですね、多分未だにできる選手ってあんまりないはい、ですかね、と思いますけどね。レオンバックのあれは、しかもあれで今で言ったら本当に3分の1とかですよ、体感 で、ね、はい、有効幅3分の1とかであの体勢でやるわけですから。今時ループ用意を広げた方が広いんじゃないかな定義とかその定義とか広げた方がかかるんじゃないかなぐらいの要領で、はい、しかもアンダーのボヤって、はい、ただでさえ結構難しい技ですからね。そうですね、はい、あれ長時間安定しないんですよ。そうですね、はい、ちょっと油断したらしかも落ちてきますからね。そうですね、はい、すごいね、はい、ああいうのもなんか世界大会でそのノーミスが出た映像があるみたいなね、はい、オフストパートノーミスだった映像があるみたいな、はい、全然優勝したんで寺田慎吾さんって言って前情報があってもびっくりしましたから、はい、そうですね、もうなんかあれ今ノーミスじゃない途中で最後パンって言ってノーミスだ本当だーってちょっと感動しましたね。感動しましたね、はい、あれは結構ねドキドキ見るな今でも。あとはですね、はい、プロペラが初めて出た瞬間、あー2003年ですか、ね、ラファエル松永さん、はいはい、あの瞬間はでも、はい、盛り上がったと思いますけどね。あれもすごかったですね。なんかラファエルさんのそのプロペラシリーズって2003、4、5あたりですごい盛り上がってませんでした。そうそうそう、これとヘリコプターとかね。そう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 。で2005年のダブルプロペラとかやってましたね。はいはいはい、そうですね、はいはい、今見てもそんなんやるんですね。そうやな、まさか多くてあとプロペラって今でこそ当たり前の技なんですけど、はい、やっぱりなんかできるんかなっていうのが強い、はいはあはい、そもそもみたいな、やっぱデベルスティックのこれと同じって言われても、はい、信じれないじゃないですか、ね、そうですね、それをやっぱりやったっていうのはすごいな、はい、すごいですよね、はい、それまであのこうやってつまんでつまんでホールしたんですよね、はい、みたいなね、はい、こうフリーじゃなくてね、はいはい、つまんでちょっとヨーヨーを、はい、フリーホールしてなんか言ったら、はい、あのあれですよね、はい、なんですけどウィンドミルか、はい、ウィンドミルみたいなもんですよね、そうですね、はい、はい、なんであの2002年とか1年とかのビデオもしかしたら見たことある人は、はい、結構いるんですよね、はい、あのこうつまんで回す人はちょこちょこいるわけですよ、はい、あの今そのウィンドミル的にね、はいはい、なんでもしかしたらパッと見分かんないかもしれないですけど実はすごいことやってるんですよ、はい、そうですね、歴史を塗り替えた瞬間の一個ですね、はい、俺も感動しましたね。
すっげえこんなの悪いなみたいな、はい、はい、僕 5A で真っ先に覚えたことはプロペラですもん。ああ、ビースティングより早かった。あ、そうなんだ。 俺、はい、俺はビースティング一番だったねもうビースティングほど 5A の技はないと思って感動したから。あ、でもそうですね、 5A の純度ってところに、ね、テリーはすごかったね。だから、はい、あ、いつはすごかった。はい、あ、まあ 5A はもういっぱいあったけどね。はい、プロペラもそうですし、まあ、今時はね、はい、プロペラを飛ばして回ったりとか、こういうのとかね、そう、右左に移行するのわざと飛ばすやつもあったりね。そうですね。で、エアレール行ったと思ったら背中でこう取るんですよね。そうやって来るんですね物理的には可能なんだっていう、なんかあれ自然に見ちゃうけど全く同じ軌道で落ちてくるんや、こいつすっげえと思うよな。そうですよね。あ、しかも何気にあれダイスとか多分本当は四角に入ってるんですよね。そうやな、はい、よう取れますよね。あれすごいよな。ファイウェイとかって特に糸の長さがシビアだと思ってるんですよ。はいはい、はい、あの結構ディレクションチェンジとかね、バランスとかで糸の長さが本当数ミリ変わるだけで一番影響あるって多分ファイウェイなんじゃないかと思うんですよね。はい、はい、なった時に皆さんそんな繊細な技やるんですね確かにファイウェイってダイナミックルって繊細な技って多いんですよね。確かにね、はい、本当にこの重心ちょっとずれただけで全然違う動きになっちゃうから、はいはい、そういう意味では確かに大胆に見えて本当に繊細なコントロールが必要な技って多いなってなるんで、はい、はい、そういう意味では初めて出た時に感動するような盛り上がりを見せる技とかもやっぱいっぱいありますし、はい、そうですね、はい、はい、っていう感じですね。はい、いろいろありました。ワンエだけまだ触れてませんが、ワンエはでもなんだろう俺一番感動、なんかうわーってなった技、僕がうわーってなった技は、はい、2000年の世界大会で渡辺康太選手が、はい、あのプラスチック一本親指でかけた時が一番バーってなりました。あー、なるほどなるほど、あれは僕は感動しました。その瞬間で多分バインドもまだ浸透してないってことですよね。そう、はい、だからあの康太は、はい、バインドするんだ、まあ、当時引っ掛けて戻すから引っ掛け戻しとか言ってたんですけど、はいはい、でああやってやるやつなんやと引いて戻ってきちゃうからああいうようなんだと思って、はい、すぐに自分のヨーヨー出ししてすぐに出ししてパッパッできたすでに当時ちょっと前上手かったんで、はいはい、できちゃったんですけど、はい、ただ感動はしました。なるほど、その発想はなかったっていう、はい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 、っていうのはありますね。なるほど、はい、あとは2006年、はい、鈴木宏之選手 の、はい、あのテキサスカウボーイからのイーライホップ、あれはでもすっごい盛り上がったと思いますよ。なるほど、はいはい、はい、あれビデオで見ててもなんかものすごい盛り上がってそうだなっていう、はい、そうですね、はい、あれはもう確かに素人盛り上がってましたし、はい、あれはもう真っ先に落としたビデオでも多分あれじゃないかな、僕2006年って、はい、あの中部の練習会に行き始めてまだそんな日が経ってないんですよ、はい、あ、なるほど、こんなすげえんだって思いましたもんね。あー、なるほどね、はい、もう田舎もんっぽく田舎もんっぽくそれは2004年のね、はい、それさえ見てましたけど、はい、やっぱそこでまただんだん進化しなくてそうですね、はい、こんなに人って弱い上手くなれるって思いましたもん、ね、確かに。もうしかもイーライホなんかホリゾンタルって言ったら、はい、まあ、あの当時からねブレンド・デリンジャー選手がちょっと横にして何かやったりとか、はいはい、やっぱその前からありはしたんですけど、はい、やっぱりこうテキサスカウボーイからイーライホップっていう、はい、当時これ以上のホリゾンタルのトリックはないと、はい、なんていうんですかね、あの難しさとかそういうじゃなくて、はい、こんなにこの技をやるための動きってないって思って。あー、なるほど、はい、もうホリゾンタルの、まあ、イーライホップが全てだ、その時も感動しましたね、はい、はい、なるほど、ちゃんと意味が強いというか、ね、そう、はい、最も意味の強い技だなと、はい、はい、思いましたね。なるほど、はい、はい、でも個人的にその辺でもうちょっと前で一個したいのが、はい、ユーキスペンサー選手、あー、2002年に優勝した時、はい、はい、もうあの国って盛り上がってるって言ったらあの国すごいんですよ。あのおそらくこの世のヨーヨーの動画の中で一番歓声が入ってます。確かに、はい、この世のヨーヨーの動画の中で一番歓声入ってる。そうですね、この世のヨーヨービデオラウドネス1位です。確かに、はい、本当ね、多分最近本当上がってるから見てみてください、はい、そんな盛り上がるぐらい盛り上がってる、はい、でも確かにすごいんです。そうですよ、他の選手と比べてみると違和感があるんですよ。そうですね、はい、なんかもうすごいとかで形容できないレベルの違和感があるんですよ、はいはい、なんか一人違うことやってるよね。そうですね、はい、でその中でユーキスラックがあるんですよね。あ、そうですね、多分その中で特にすごい感想だったのがユーキスラックで、そう、しかもユーキスラックその後もうちょっとスラックが入ってるんですよね。そうですね、はい、あれどうやっても再現できなかったんですけどユーキスラックとなんか縦に向いてバーってコンボやって、はい、最後に親指とここでなんかバッてやる瞬間がバーンってなってる、はい、あっこが
まあ俺で一番盛り上がってたと思うわ、はい、スラックとは、はい、もうあえて盛り上がってるって言ったらもうあれがいまだにすごいな、超える力がしねえって思って、確かにラウダです、なんか1位ギネスやなあれは、はい、ギネスですよね、ヨーヨーギネス1位やな、はい、しかもあれ引き戻しなんですよね、そう、はい、意味わかんないよね、そうですね、途中ところどころこうスローダウンしてるんですよ、そう、はい、フリーハンドって何でもできるんだってそう、当時フリーハンドなんですよ、ね、当時フリーハンドなんですよ、はい、フリーハンドって何でもできるんですねっていう感じあったよね、はい、そうですね、はい、ですね、フリースタイルがあるので、はい、そうですね、まあ無理がなかったって言ったら、まあ、やっぱ自分では避けてるけどね、やっぱ木戸さんのホリゾンタルブレインツイスターとかもねラウドです、高かった、ちょっと高かったですよやっぱ当時、はい、すごい盛り上がってはいましたね、確かに盛り上がったあれは、はい、出た瞬間ドーンとなりましたよね、やっぱり、はい、はい、あのブレインツイスターのこっち向きでの、はい、ブレンツスターのホリゾンタルも初めてでしたし、はい、コーチで寝るのも初めてでしたね、はい、ドカーンはなりましたね、はい、あれはまあ確かに基盤良かった、確かにね、はい、エクストラテレビをその時いただきましたね、そうですね、はい、もう盛り上がりましたね、はい、はい、っていうようないろいろ盛り上がったトリックがいっぱいありますが、はい、やっぱりね、あの毎大会盛り上がるフリースタイルってまだってあるんですよ、はい、ただやっぱね、歴史に残る技をやった瞬間っていうのは、はい、どんな無名の選手がやってもドカーンになることが多い、そうですね、はい、はい、特にユーキスペーサー選手の時はそうでした、はい、し、はい、まあ、他にもね、いろんな選手がやってたりとかあったりするんで、はい、そういう意味では、まあ、逃さずいろんなビデオを見るっていうのはね、はい、実はこいつすごいとか、はい、実は本当にこいつこれやってたっていうのが後になってね、はい、自分の肥やしになることもあるんでね、はい、ぜひいろんなビデオを見てみてほしいなと思います、はい、はい、さあそれではそろそろこの良い時間ですね、はい、はい、それでは最後にもう一度告知をしていきます、はい、全米予想キャンペーン今行っております、はい、ぜひねこちらの全米予想キャンペーン参加してください、よろしくお願いします、はい、しますそして44フェスティバルイーストっていうのは10月31日にあります、はい、イーストとウエストこちらのチャンピオンが3月に行われるファイナルに進出します、はい、こちら44フェスティバル関東だったりあの西日本だったりもういろんな全国の練習会の方々が協力して行うようなイベントになってますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方も参加してみてはいかがでしょうか、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。そしてただいまですね、こちら無料商品でお配りしております。ポストカード、そしてイオイファクトリーのフルメタルイオイを購入してもらった方にプレゼントできるこちらの、はい、あのポストカード5枚セット。はい。そしてイオイファクトリーのイオイを8000円以上購入していただいた方にはこちらのポスターをプレゼントしています。ポスターと5枚セットは無料商品の中にあるので必ずこちらをカートに入れてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは今回のリアル TV は以上です、はい、次回が10月のはい、10月の7日ですね、7日ですね、はい、10月7日にまたリアル TV で皆さんお会いしましょう、はい、それではまたさよなら、さよなら。